なんか写真とちょっと違うね。まあそれも想定内よ。とりあえず食べてみるわね。どう？旦那様、これ冷たいおうどんにライムを乗せただけの味がするわ。昼寝です。驚くほど驚きのない味。ここまで想定内の味だとある意味感動的よ。それは失敗作なのでは。旦那様も食べてみて。え、はい、あーん、あ、なんか本当に特に感想がない味だね。でしょ。でもまあ嫌いじゃないわ。でももしかしたらライムと一緒に食べたら美味しいのかも。旦那様は私にライムをかじれと。いや、チャレンジ精神っていうからには試してみるのもいいんじゃないかなって。なんでって、だって可愛いんだもん。もう変な顔取らないで。ほら、もっと食べて。ずっと楽しそうね。些細なトラブルっていつ起こるんですか。つかさちゃん、旦那様が意地悪をして深く傷つきました。これはあれよ、ご機嫌を取らなきゃいけないやつよ。どうするの。え、些細なトラブル、このまま離婚まで一直線。じゃあソフトクリームでも買う。お、ソフトクリーム。そんなもので私のご機嫌を取ろうなんて侮らないで。じゃあ僕が食べるものも司ちゃんが選んでいいよ。え、そしたら少しあげるから一緒に食べよ。本当に私が食べたいもの選んじゃうからね。どうぞどうぞ。じゃあ